今回のテーマは知るか知らないかで大違い、髪も年を取りますに毛髪の若さ維持アンチエイジング編についてお伝えしていきます。前回は基礎知識として知るか知らないかで大違い、髪も年を取ります1、毛髪の老化エイジング編についてお伝えしていきました。今回はその対処法についてお伝えしていきます。結論からお伝えしていきます。毛髪の若さ維持アンチエイジングには代謝を低下させない生活習慣病予防やその心がけをすることがとても大切になります。それは1睡眠、2栄養、3運動、4飲酒、5喫煙、6ストレスに正しく取り組んだり意識をした生活が有効になります。一朝一夕っていうのはねなくて、即効性のある劇的なお話はないんですね。毛髪に限らずエイジングっていうのは日々の生活の積み重ねであり、自分自身の意識と生活も一つの結果、その積み重ねなんですね。なので、結論は厳しい内容であったと思うので、解説はできるだけ優しくしていきたいんですが、結構ね長めになっちゃいますんでお付き合いください。解説していきます。まずね、この解説についてのね前提をお伝えしていきますね。厚生労働省の呼びかけということで、厚生労働省のウェブサイトを確認すると、もうね長い長文の PDF ファイルですごい詳しく載っています。なので僕は今からざっくりとお伝えしていきますが、もっとね詳細に興味があるっていう方はそちらのね厚生労働省のウェブサイトからご覧ください。なので僕が今からお伝えしていく解説の情報はおおむねそちらから抜粋してお伝えしていきます。要はね、国が推奨している基本事項ですよっていうことですね。僕個人の思い込みや考えを述べているわけではないっていうことで、誤解のないようによろしくお願いします。代謝を低下させない生活習慣病予防やその心がけについての情報。1、睡眠について。年齢や健康状態にもよるんですが、おおむね6時間から8時間以上が目安と言われています。ただ寝ればいいっていうわけじゃなくて、眠りの質を向上することもとても大切っていうことなんですね。例えば睡眠の3時間以上前からはもう3時間以内と言いますかね、はカフェインを取らない。栄養ドリンクやコーヒーや紅茶などカフェインがたくさん含まれているものを摂取すると、覚醒効果によって睡眠が浅くなってしまうんですね。生活リズムを整えて就寝時間の一定を測ることがすごく大切と言われています。いやいや夜勤があるんだよとかね、小さな子供がいて一定時間に眠れるわけないだろうとか、これはね職業とか家庭環境とか個々の事情にもよると思うので難しいかもしれませんが、一応こちらでは正しい情報をお伝えしていきます。あとは睡眠の直前の飲酒っていうのも眠りの質を悪くするというふうな研究が書かれていました。お酒の力によって眠りやすいんだよっていうね方もねいらっしゃるかもしれませんが、でも眠れる時間はねちょっと短縮されるかもしれませんが、眠りの深さが浅くなる可能性がすごく高いんですね。それは、飲酒アルコールの影響でノンレム睡眠っていう時間が増加傾向があるっていうふうにアメリカやデンマークの研究データによってはっきり解明されていると書いてありました。厚生労働省の、ね、ウェブサイト PDF にね。なので毎晩お酒を飲んでからお休みになるっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、できるだけ寝る前の飲酒は睡眠の質が低下するっていうことを覚えておいてほしいんですね。できれば就寝3時間前までに食事を終わらせておくということも大切だと書いてありました。それはね、摂取した飲食物を胃腸、このね体の中のね腸内機関が消化するまでにどうしてもすごく時間がかかってしまうんですね。で、眠った脳が休まるとしても消化のために胃腸が活発にものすごく働いてると、どうしても睡眠の質っていうのが低下してしまうんですね。
特に脂肪分の多い肉類や揚げ物は控えた方が好ましいですね。どうしてもお腹が空いて我慢できないっていう場合は、消化にいいものゼリーとか、スープとかがおすすめですね。他にも肥満とかいびきとか運動不足とか睡眠に関しては PDF ファイルもいっぱい記してあって、87ページもあったんですよ。なのでもう睡眠っていうのはとてつもなく深いテーマになっていくので、大雑把にまとめると大体このぐらいがまとめた情報になりますのでご了承ください。代謝を低下させない生活習慣病予防やその心がけに栄養について、こちらもねこの項目だけで、PDF ファイルのね長文の説明があったので、これをねものすごく大雑把に簡潔にまとめてお伝えします。それは朝昼しっかり、夜控えめの食事量に分けて3食しっかり食べて、1食と1食の時間を4時間から7時間の間隔は空けて、その時できれば食べ物が完全に消化されて脂肪が燃焼しきってから次の食事を取ることが理想的で、偏りのないバランスの取れた栄養を摂取するっていうことがとても大切なことになりますね。髪に良い栄養や食べ物は何と聞かれることがあるんですが、そちらに関しては別動画にまとめてありますので、ぜひそちらをご覧ください。答えはシンプル、髪に良い食べ物、必要な食べ物とは、こちらの動画ですね。で、基本原則は偏りのないバランスの取れた栄養を1日の中で十分に間隔を空けた中で3食の中でバランスよく摂取すること、これが代謝を低下させない生活習慣予防やその心がけにつながっていますね。代謝を低下させない生活習慣病予防やその心がけ、3、運動。年齢や健康状態にもよるんですが、おおむね身体活動は毎日40分、ある程度の強度の高い運動を毎週60分以上を目安としています。この運動っていうのはね、運動によって血行が促進されて筋肉も増強します。これは深く説明するとね、適度な運動は代謝が上がるだろう、健康にいいだろうっていうことでね、分かると思いますね。これもね PDF ファイルはもう75ページぐらいのボリュームでもうすごく多かったので、このぐらいでまとめさせていただきます。運動も大事なんだよってことですね。代謝を低下させない生活習慣病予防やその心がけ、4、飲酒。多量飲酒や慢性影響によって臓器障害、肝疾患、脳卒中、がんなど多くの疾患がアルコールが関連していると研究成果が出てますね。あくまでも適度で節度ある飲酒っていうのは、OK だよとは書いてあるんですが、それを超える飲酒が健康を害する要因にもなりうるっていうことなんですね。なので飲酒そのものが悪いっていうわけではないし、僕がお酒批判をしているわけではないっていうところは誤解のないようにお願いします。毛髪の若さ維持、アンチエイジングのために新陳代謝を低下させないような生活習慣予防が有効であるというね、長い研究の歴史に沿ってその厚生労働省の情報をちょっとお伝えしております。飲酒気をつけてください。代謝を低下させない生活習慣病予防やその心がけ、5、喫煙。喫煙が健康に及ぼす悪影響については多くの研究成果が蓄積されており、多くの疫学研究により指摘されていました。僕がねそんな詳しく言わなくても、喫煙は体に悪いんだよってことですよね。これもね僕が喫煙批判をしているわけでもないというふうに誤解のないようにお願いします。これもね先ほどもお伝えしましたが、毛髪の若さ維持、アンチエイジングのために新陳代謝を低下させないような生活習慣病予防に有効であるというね、長い歴史研究に沿ってその厚生労働省の情報に沿ってお伝えしております。喫煙が毛髪の健康、アンチエイジングには悪影響になるんですよっていうところになります。
喫煙気をつけてください。代謝を低下させない生活習慣病予防その心がけ。6、ストレス。これはね、生活習慣病対策の事項には含まれていないんです、ストレスっていうのはね。なので直接的な因果関係っていうのは実はまだ解明されてないんですね。ただ代謝を低下させるその影響として、ストレスが健康な頭皮環境、毛髪育成環境に影響するっていうふうに考えられているため、ストレスのお話も今お伝えしております。ストレスが蓄積すると自律神経のバランスが崩れて血流が悪くなって、毛髪の成長には悪影響を与えるっていう可能性が高いって言われてるんですね。特に過度なストレスは円形脱毛症や、などのね、脱毛症を引き起こす原因と呼ばれてますね。その結果からしても心と体はつながっているんじゃないかっていうふうに考えられています。だからできるだけストレスを軽減することだったり、ストレスの影響のない生活であれば、それの結果毛髪の若さ維持、アンチエイジングにもつながると考えられてるんですね。現代社会においてはストレスフリーの人はなかなかいないと思います。これはもう子供から大人もみんなそうだと思いますね。まあ、でもできるだけストレスフリーの生活や精神にあれれば、毛髪や頭皮環境にも良好な影響につながって、それは毛髪の美しさにもつながると考えられてるんですね。実際の僕の経験として、営業中シャンプーをする際に、お仕事や家庭環境でストレスを受けているっていうようなお話を伺えた時の方の頭皮は突っ張るような頭皮の硬さを感じることが多いんですね。これは頭皮の柔軟性が損なわれているということで、頭皮の柔軟性が損なわれていると頭皮の下にある毛細血管は縮小して、どうしても血行が悪くなっちゃうんですね。で、血行が悪くなっちゃうと血液から運ばれてくる毛髪に必要な酸素だったり栄養分というのが届きにくくなります。そうすると栄養分が少なくなってくるので、元気な髪の毛が生えにくくなってきますね。だから髪の毛が細くなりやすかったり弱くなりやすかったりっていう毛髪への悪影響はどうしても受けてしまうんですね。なのでそれは若さの維持、アンチエイジングとは真逆の現象となっているため、できるだけストレスを蓄積しすぎないような環境であることが望ましいということは、ここからもお伝えしておきます。結構ね、日常の中でストレスあることは多いとは思うんですが、すぐに頭皮にも現れてるんですよ、もしくは時間の蓄積によって影響もあるんですよっていうところですね。まとめいきます。知るか知らないかで大違い。髪も年を取ります。2、毛髪の若さ維持、アンチエイジング編についてお伝えしていきました。代謝を低下させない生活習慣病予防やその心がけをすることがとても有効になっていきます。それは1、睡眠、2、栄養、3、運動、4、飲酒、5、喫煙、6、ストレスに対して正しく取り組んだり意識をした生活が有効になっていきます。即効性のある劇的なお話っていうのは全くないです。毛髪に限らずエイジングっていうのは日々の生活の積み重ねであり、自分自身の意識と生活の一つの結果、その積み重ねになります。なのでもうね、お伝えした6つの項目全てを全うするのはとても難しいと思うんですが、こういった知識や情報っていうのは知っておいた方が、今からでもこれからでもきっと何かのプラスになるんじゃないかなと思ってお伝えしております。長く健康的な素敵なヘアスタイルを楽しめますようにでした。